願いします。はい、1着のサラヤさんに来てもらいました。お願いします。よろしくお願いします。今日は志田選手に任せてのレースだったんですけど。そうですね、はい、志田選手がまあいいタイミングで。そうですね、まあ、本当にいつもいいところで行ってくれますし、はい、しっかり仕掛けて、ね、できてくれるんで本当に安心してついていけますね、はい、展開的にも野口選手と伊藤選手の踏み合いになって。そうですね、あ、もうこれはいけるかなっていう感じでした。後ろに、そうですね、後ろから見てて、でも伊藤君がすんなりならちょっと厳しいかなと思ったんですけど、ちょっともつれてね、くれたんで、まあ、本当に展開が向いたかなと思います。はい、貴重な中部の後輩と後ろはね。そうですね、もうね、3人で3人でね、やはりね、決まるっていうのが一番大事なんで、はい、しっかりお金を育てていきたいと思います。そうですね、これから地域でやりながらも人についたりといろんな大変な立ち位置ではあると思うんですけど。そうですね、まあね、そこをどっちもこなして、まあ、自分自身ももっと高い位置に行けるように、ね、したいと思います。はい、分かりました。最後に明日、明後日に向けて意気込みをお願いします。はい、もう一日やるのでしっかり頑張りたいと思います。皆さんもよろしくお願いします。はい。